はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断で強化されたリチュアデッキをね、組んできたのでご紹介をしていこうと思います。リチュアね、新しいね、このネーレイマナスっていうね、この儀式モンスターが追加されましてね、このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。レベル10の儀式モンスターで、リチュア儀水魔法カードによって降臨する。このカードが儀式に成功したら、自分の墓地の水属性を特殊召喚できるって、この効果、これがめっちゃ強い。リチュアって結構ね、単一付け忘れ軍団なんですね。割とね、その効果にね、単一がついているモンスターが無限にいるんですよ。で、そのモンスターたちの効果を使い回して、なんか一生儀式して戦っていくみたいな感じのテーマになっていまして、で、この儀式に成功した時にアドバンテージを稼げるこのネーレイマナス君を使って、このリチュアアビスっていうね、召喚、特殊召喚、判定召喚に成功したらリチュアモンスター持ってこれるっていう、このモンスターをいっぱい使いまして、儀式を無限にしていく、こういう動きになっています。で、ネーレイマナス君はさらに草デッキから特殊召喚されたモンスターとの戦闘では破壊されないってことで、まあ普通にそのバルネスを自爆で殺せたりとか、それから一旦に一度相手がモンスターの効果発動したら、このカードを、まあ、このカードというか自分のフィールドのリチュア儀式モンスターを手札に戻しながら、無効にしてデッキに戻すっていう、この効果めっちゃ強いです。クシャトリアとかってね、手札に持ってまた出てくるかもしれないですけど、これデッキに戻すなんてこれめっちゃ強いんですよ。だから防具にもなってる、展開札にもなって いる、しかもエース級ということで、これさすがに最強、このモンスターは。で、これをまあどうやって出していくかっていう話なんですよね。基本的には新規モンスターでこのグリムリチュアっていうモンスターが出てきましてね、これがめちゃくちゃ強いですね。召喚特殊召喚に成功したらグリムリチュア以外のリチュアを特殊召喚するっていう効果ありまして、で、この効果の発動後端子までは自分は儀式モンスターでしか攻撃制限できないっていう話なんですけども、これ先行で使えばあんま問題はないと。で、このカード1枚で儀式召喚に必要な、分のリリースとして、使用できるっていう効果ありまして、だから、一応手札に引いててかぶさまってても、ネーレイマナスの素材になれるみたいなところでめっちゃ強いですね。で、レベル2なんですよ、この人で。レベル2出してくるんですよ、これリチュアアビスっていう。で、儀式パーツサーチするんですけど、これレベル2自体並ぶんですね。ということで、さすがに相性がいいと。で、さらにレベル2のテーマなので、まあ、スプライトをがっつり積んで、まあ、スプライトで貫通能力を付与していくと。で、まあ、儀式できなかったっても、ギガンティックスプライトとかから、まあ、妨害を伸ばしていくみたいなイメージで、今回は組んでいます。で、ギミックの中で、儀式がいっぱいできるのは、なんでかっていうと、その儀式魔法が これアドバンテージを回復してくれるんですね。レベルの合計が儀式召喚するレベルと同じになるように普通に儀式するっていう効果と、あと墓地のこのカードデッキに戻して墓地のリチュア儀式モンスターを回収するっていうこの効果ついてるんですね。これ元々あった儀式魔法なんですけど、これがねめっちゃ強い。でこれで儀式を回収して、アドバンテージ回復して、まあ、無限に連打していく儀式をね、はい、でこいつの一番の効果を無限に使って水属性めっちゃ蘇生するっていう。で、儀式魔法がね1個追加されてまして、これめっちゃ強いですよ。相手のフィールドの表から表示モンスターをリリースして儀式できるっていう、相手のモンスターパクリリースして儀式、これ強いです。まあ、出てきたリチュア儀式モンスターの打点分 LP 失うっていう、まあ結構でかいダメージが。だからミカンコとか相手だとね、これ使いたくないんだけど、あんまり。まあ対象には取ってないんで、このカード。なんで、まあ、普通にリリースできるのはめっちゃ強いですね、これは。一応リソース回復するっていう効果を持っていますと。でね、他にもね、シャコン鏡とかっていうね、カードがあるんだけどさ、一応。儀式召喚するときにレベルで儀式できるっていう。まあ一応、グリムリチュアが1枚初動にはなるんですけど、これ5000が重いんですよね。これ10なんですよ、レベル。10? レベル 10? だ5000なんで、ライフ失うのが。さすがにね、そのデビューラライフ失うと、その開始のターンでの氷魔鏡とか打てなくなるんで、まあ僕はちょっとシャコン鏡は、なしにして、氷魔鏡と、儀水鏡で回していました。で、この修行っていうカードがね、これ単一ないリチュアのサーチカードなんで、これ何にでもアクセスできるんですけど、この辺のモンスター。これめっちゃ強くて、自分のフィールドにしかも水属性の儀式がいると、エンドフェーズにこれ除外すると、デッキからなんか、儀水鏡魔法トラップカードをセットできるっていう効果あるんですね。これでトラップカード今回入れてるんですけど、これもインチキ儀式できて、っていうだからリチュアの儀式モンスター特殊召喚できるっていう。だから、こいつって効果発動するっていうのは戻るじゃないですか。だから、ネーレイマナスを戻して、もう一回ゲージで前に送り出してもう一回妨害使うっていうね、これがねめちゃめちゃ強いです。なので、まあそういった動きをね今日は見せていければいいなというふうに思います。エクストラデッキはちょっといろいろ調整中なんで、この辺はちょっと皆さんなんかいろいろ調整して使っていただければなと思いますので、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。グリムリチュアは来ていく。
就航がい とりあえず一回就航から入って裏チェックだな。就航シュ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 就航なんもない、何もなっせん。これはシャドウリッチはでいいかな。ただグリムリッチは、まあ、これ何持ってきたところでグリムリッチは召喚って言った時に、これ無限包容って言われたら、まあ、何もできないんですけど、これこのハンド。さあよし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 、でリッチはアビス、でこれアビスにまあ無効系打ってくれるんだったら、まあ、レベル2体で、まあ、リンクしていけばいいだけっていう話なんですけども、オッケー。おっとなんだ、ダダ通りか、おーおおダダ通りじゃねえかいやでも今のところ多分ね、無限法要グリムニチュアに絶対打つと思うんだけど、分かりだったら、まあ、ちょっと、まあ、スプライトエルフから動いていきたいといったところ、まあ、ちなみにスプライトエルフが生きてるんでマスターディエルはね、だからちょっとリチュアビスの効果を無限に使いまして、リチュアビス君がもう、もうリュウさんもうやめてくださいって言うまで、あの効果を使いまして、儀式系の、まあ魔法とかトラップ、魔法トラップじゃないや、魔法とかモンスターをかき集めると、まあ、そういう動きですね基本的に、はい。とりあえずですね、新規モンスターのネーレイバナスっていうモンスターがいるんですけど、これですね、こいつがまあそこそこのパワーを持っていましてですね、こいつの、爆弾も目指していくという、まあ、そんな感じで動かしていきましょう。とりあえずね、さあ、ネーレイバナスでネーレイバナスを、ゲシュランにすることによって、まあ、無駄がなく動けるといったところですね。でシャドウリチャーの効果、シャドルチュアが、儀式魔法を持ってきて、でビジョンリチュアが、儀式モンスターを持ってくるという、まあそういう感じ。ですね、でこれはあのリチュアの儀式鏡をぶち込みましょう。でこれで、命令マナスを素材にして、命令マナスを爆弾させるという動きをして、で命令マナスが儀式召喚ディメンションアトラクツ、まあ墓穴でなるほどな、ディメンションアトラクターのタイミングがを見計らっていたのか。クシャトレラミラーが多すぎてめちゃくちゃ腐ります正直このカード、あのクシャトレラデッキ使って思ったんですけど、これディメンションアトラクターだけだけど何も妨害やってないなみたいな時めっちゃあるんで、これディメンションアトラクターはあとクシャトレラしかいねえ時は、まあ、別に自分は抜いていいですね、はい。さて、イブルチュアネイレイマナスの効果発動、劇召喚に成功したら、自分の墓地からレベル2っていうか、まあ水属性のモンスターを特殊召喚することができちゃう、はい。これで儀水鏡を回収、これがね、やっぱね強いよね。レベル2をさ単純にさ、ネイレイバランスで出力できるんですよね。ちなみに儀式しようとしてる場合は、あの先出しなんだっけ、先出しギガンティックスプライトとかはできないから、要はレベル2ランクにリンクに縛りがついちゃうから、あのネイレイバランス君レベル10なんで出せないんですよそれだけちょっと注意ですね。でここで、もう一回、シャドウを使い回していく最強ムーブ、はい。でこうでもう一回、ネーレイマラスを爆弾させていく、ネーレイマラスムーブ強すぎ、はいはい。でネーレイマナスでマナスでマナスを爆弾させの突撃のですかね、これ、はい。これ一応だから1ヤードだけ稼いでる感じなんだよな、これ。さっきさレベル2レベル2っていう盤面だったと思うんですよ、盤面。それが一応こうなって、でシャドウで儀式持ってきてってやると、これなんか一応儀式魔法1枚増えてるの分かります？まあ、1枚どころじゃないんだけど、一応、まあ、とりあえずさ、このこうしてさ、でこれでマスカラネラするじゃないですか。そうすると、まあ、一応レベル22体でさっき同じことできたと思うんですけども、これでもう一発レベル2を出力することができるようになってる、なってるんだよね。だから儀式を連打するとネーレイマラスの蘇生分だけアドバンテージが稼げるみたいなイメージ、うん、イメージ的にはね。で儀水鏡で、その儀式モンスター戻して、でまたあ、ちなみにデッキの中のシャドウの回数だけなんだ、儀式を打てる感じだよな、このデッキは。でネーネイマナスを回収して、でさらにぶち込んでいくと、これ最後か、シャドウリッチは。これシャドウリッチはこれ最後だな一応。で儀水鏡をぶち込んでいく、
ねネーネイマナスで、あこれあれか、だからこれ3回目あれだな、多分義水教じゃない方がいいか、まあいいか、ねこれはねビジョンリチュアでいいんだよ。でレベル2、2体でここからやっとスプライト いけるって感じですよね。はい、これでこうして OK。 これただな、もうシャドウ全部使っちまってんだよな。これシャドウ全部使ってるから、これでも3回目がだからあれか、3回目の儀式はあれでいいんだ。ごめんちょっとミスったわこれ。3回目の儀式は氷魔鏡にして、で氷魔鏡で、シャドウと氷魔鏡をデッキに戻すのが多分良さそう。そうすると多分リソース回復できるね。うん、こうだね。うん、これはちょっと展開をミスった感じがしますが、まあいいでしょう。まあ、強い、十分強いでしょこれ十分強いだこれ。でこうして、もうなんならスターター打てねえもん、盤面が生まれすぎて。ジェットでスターター打ちたかったけど、ちょっとスターター打つ記録ねえわ、余力がねえ。ここでエンドフェーズだ。ああ、で就航効果回収からの幻影エイジェスト。幻影エイジェストはなんかインチキ儀式するやつです。ダニー拮抗勝負だと。おに 2枚やさね、マジでやめろよ。拮抗勝負、拮抗勝負1枚まではいいわ、1枚までは許す。ちょマジで2枚重ねだけマジでやめろ。ブルーだね。2枚重ねだけほんまにおもんないからやめろまあ一応ね、キャロットを出しておくと一応モンスター効果結構向こうあるんで、いっぱいね、そこはなんとかなるんですけども。ちなみにネイレイマナス君打点高いんでね、殴ってから展開することできないから。うわ出たー、最強モンスター来たー。これピッアーリーの方がいいかもしれないね。マスカレーナのところペンリルとかいる場合は、あパーピアスか、パーピアスか。まあ、ちょっと一応うらら打って、でまあ、フェンリル効果って言うと何これじゃあさ、パーピアスの対象に取られたフェンリルを消せばいいんでしょ。これあれじゃない、サロスエレスクルニングギアスババア出せばいいんじゃないの。いやこれオバハン出して、これ多分エルフ使わないで済むから、1,2,3,4,5 だから1,2,3,4,5 だもんね。そうだよね、だからいけるから。これパーピアスだと明確にいいところ出るな。マスカリナのこれ難しいな、これ盤面作るの、リチュアスプライトなんかね。いや正直マスカリナがいいのかピットライトアーリーがいいのかはなんか分からん。さあサロスお姉ちゃん出てきて、さあ対象不在、パーピアスは何も起きませんでした、ありがとうございます何にも起きませんでした、そして誰もいなかった、手札は1枚、これでユニコーンみたいな。バーサーどうぞ。これでユニコーンって言われてもネーネーマラスって言えば大丈夫なんで。でバースの効果ですか、あそれサロスクルヌギアスの隠された最強効果によって無効ですよ墓地からモンスターを特殊召喚する効果含んじゃってるね、かわいそうにいやこう考えるとマスカレーナも強えよな。ちょっとこれ難しいっすね、これ何を残せばいいのかとかいうのは。でスプライトブルーを特殊化しておきましょう。はい、で、回収対象ワンキル取れるようにガンマバースト入ってんですけど、デッキの中に、まあ、これもなんか余剰っていうか、まあ、過剰っていう説もまああるんでね。さあ、あこれだからね、儀式モンスターあじゃあて儀式魔法氷魔鏡とシャドウを戻してる場合は多分今のところネイレイマナスでいいんだよな。今ジェット特殊、まあ、こっからもなんかもうクソ適当に、なんならネイレイマナスの効果使ってねえじゃん俺。ネイレイマナスって普通手札に残ってるもんなんですよね。なんか知んないと盤面に出力されてきます。まだ最強か俺、まだ妨害2回残ってたってことなんか全然あいつあれだったらなんか2妨害くらいで死んでたな。じゃあスプライトキャロットを特殊召喚しまして、で、まあ、バトルフェーズ入りまして、なんか適当にガンマバースを打てば勝ちと。はい、ガンマ大阪結構強くてさ、これ普通に打点がさ割とさクシャトリが抜けんだよね。これほら27とかだから25とかだからなんかこれが割と強いわ。対戦ありがとうございました。完全にこのフィールド
18金やな。右側になんかケツの穴みたいなのあるしよ。これよくゴーサイン出たな。うん、よくゴーサイン出したわ。このこれ海外の方ではこの墓地のさなんか穴みたいなやつ閉じてるみたいなやつ話ある。そんな話じゃない。クシャトリアームービー来て。ちなみにディメンションアトラクターが一番きついんですけど、アライズハートのディメンションアトラクターが結構きついんですけど、まあ、今回は結構参戦の際あるんで割といいかもしれないですね。相手のモンスターパクれるんで、まあ、なんとかなるかもしれません。アーゼウスで乗っけてね、ぶん殴っていくことはできるかも。スターシップギャラクシートマホーク、何なんだと。あれパーピアス使ってるのか、まだシンクロ型か。やべえ、ちょラドンだけやめて。ラドンは過剰だからやめて。おいお前なんだその旧型のクシャトリア使ってんじゃねえぞ、やめろ。レベル7に並ぶからね、手間ホークも一応できるんだけど、ちょっとパーピアスあるからさ、普通にさエクシス縛りつくやん普通は。リンクスパイダー、あれラドンじゃねえのこれ、なんだこれ、アナコンダか。セキュリティ、あ、ちげえわこれ、あれか、ジアライバルか。ジアライバル、まあ単体だったらまあいいか。まあ、でも賛成の際聞かねえな。ジアライバルサイバーズな気がするんだこれ。あー、なるほどな。はいはいはい、いいでしょう。アライバルサイバーズ、なんかユニコーン初動できないと、なんかこんな感じになっちゃうのかな。なんかスケアクローとアライズハートだけだったんだっけ、さっきね。テイクだね、相手。まあ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 。まあ、そんぐらいであれば、まあさ、許して差し上げましょう。まあ、さすがにグリムリチュアから入って、で、グリムリチュアの効果、うわー、無限抱擁、無限抱擁。まあ、ブルースびきしてるし、スターターあるんで、貫通できます。スプライト無理なんで、スプライトじゃない、リチュア無理なんで、スプライトいきます。これが強いよね。その、一旦とりあえずリチュアムーブするの開始しようとしてみて、で、無理だったら、なんかスプライトのムーブにその転換できるみたいな、それが強いですね、はあ、非常に。で、ジェットですね、これどうすればいいんだ、これ何をし、まあ、打点で抜くしかないんだよな、まあ、4000アライバルだったら抜けるか、ガンマバーストで。ガンバ大阪、こういう時のためにね、ガンバ大阪はめっちゃ強いですよね、これね、はあ、ほんで、まあ、とりあえず、エルフ作りますと、エルフ作って蘇生させてギガンティックして特殊で、いや、いけんじゃねえかなこれで。スプライトエルフ爆誕させて、エルフでなんか、まあ何蘇生してもこれあんま変わんないね。てかこれさ、グリムリチュアの効果無効になってるからさ、儀式しか殴れねえみたいなキモい制約かかんねえよな多分。無限抱擁かかってるから効果無効になってるから、そのなんか制約も無効になってってる説ですか、これ大丈夫ですか、僕なんかこれ間違ってます、これグリムリチュア儀式モンスターしか殴れなかったらこれ結構やばいよこれ。さあ、ギガンティックスプライトの効果を発動、ギガンティックスプライトの効果によってオーバーレイユニットを一つ使い、ネッキャラー、これ何出してもあんま変わんねえな、これあれか、リチュアビス爆誕させてあれしとくか、次のターンの一応、まあ、次のターンあるかどうか知らんけど準備しとくか。はい。で、リチュアービスの効果発動、特殊召喚に成功した場合、これは、グリマンとか、なるほど、これはまあシャドウリチュアなんか持ってくとか。で、シャドウリチュアで儀式持ってき、まあ、アライバルサイバーズがちなみにこれ効果受けるんだったら氷魔鏡でリリースできるんですけど、まあ、ちょっと効果全然受けないんだあいつ、氷魔鏡でリリースはできないですね。はい。で、ですね、これスターターぶち込むしかねえか。さあ、ここで、まずスターターをぶち込み、スターティングオーバーの効果によってデッキからスプライトモンスターを特殊召喚。まあスクショ取り相手にはレッドなんかな。はい。で、戦略番食らって、で、ぶん殴りダメして、うわうわ、ワンチャン勝ってる、勝ってそう、え、勝ってんじゃねこれ、もうもはや、やばい。え、やべえ、なんか リチュアどこ行った。
やー何もない。いやでもなんかリチュアに固まるとちょっと貫通力ないんですよね。あのモンスターがスプライトがいると一応ちょっと貫通できたりするんですけど、レベル2から出力できるんでね。いやこれ結構反応的にはゴミだな。打ち出の小槌やべ、相手もなんかゴミ系のカード使ってきてぞ。ナリキンゴブリやべ、なんだこれ、何デッキでやべ、ロクラデッキじゃないことだけは確かだな。ナリキンゴブリンと打ち出の小槌使うデッキ、ロクラデッキじゃないだろ。ゲールドクラ、うわーリロード、何これ、事故ってそう、めちゃくちゃ事故ってそう。やべ、強引にライフを払って、ああ儀式、なるほど、はあ、はあははあ、なるほどですね。一体何の儀式をしてくるんでしょうか。さあアークデクレーラーで高等儀式術、なるほど、ゲールドグラ、アークデクレーラー、いやこれ分からん、なんだこれ、高等儀式から何これ、終焉の王デミス、終焉の王デミス、えマジ何これ、やべ全く分からない、何これ、何の儀、デミス入ってどういうこと、いや、え何これ、よくわからない。通常モンスターを2体墓地を食ってデミスが爆誕してくる、デミス効果、え、どういうこと、このカードが墓地を食らった場合、儀式モンスターを対象にとってそのモンスターがいろいろに、違う、なんだ天魔神ノーレラス、やばい、前半でした、でもお前残りなく1000やぞ、お前残りなく1000やぞ、これ勝てる、デステリートラウン、わあなんかあいつ全力でなんか手札捨てさせに来たけど、あいつ1000ライフしかねえぞ、何してんだあいつ、何してんだあいつ、グリテッドでいいかな、何あの手札、あの手札がこの場面を逆転できるカードとでも言うのか、なんだなんだあいつ、なんか前半ですしたけど残りだけ戦士が出からこんな食ったら勝てんじゃねえか、おい勝てんのかい、何そのデッキ